から未来へドライブ。個人的に車に興味がありまして、この仕事に就こうと思いました。やっぱり整備をしているときや、そうですね、お客さんと会話して、まあ、ありがとうという感謝の言葉をもらえるとやりがいあるなと感じます。今までこう1回やってできなかった作業とか、次やるとできるようになったりとかってすると、ああ成長してるなとか楽しいなって感じます。1日とか2日とか結構長い時間作業する作業はあるんですけど、そういったのを完璧に終わらせた時とかは達成感ありますし、逆にそういった作業をちょっと時間取られてるうちで間に合わなかったとかあれば、ちょっと悔しいなとかっていうのはありますね。週1回にオフサイトミーティングという、まあ、上下関係なく本音で話すというミーティングをやるので、その時にまあ、いろんな人の、まあ、先輩後輩の意見が聞けるので、そういったところはいい会社だなと思います。最初はやっぱ僕も入社した時とかは全く、そうですね、話せなかったんですけど、まあ、年次を追うごとにというか、自分の年近い先輩がやっぱこう本音で話してるのを見たりすると、ああ話していいんだなとか感じるようになりますね。工場全体の仕事を港君がしっかり見ながら、遅れてるところをフォローしたりっていうのを、自分たちからの指示なく、いつの間にか全部彼がやってくれてるという感じなので、非常に重要な戦力になっています。今後はもう技術をさらにつけてもらって、今いろんな整備士の資格の取得も含めて、さらにスキルアップして、ゆくゆくはやっぱり工場のリーダーとか、そういうポジションについてもらいたいなというふうに思っています。トヨタカローラ秋田のおすすめの1台はこちらです。食べ物美味しい、まあ、きりたんぽであったりとか、あと自分バターお餅が好きで、まあ、ちょっと秋田市の食べ物じゃないんですけども、そういったのが好きです。